はい、中年オタッキーです。今日はね、特にネタはないんですけどね、最近ね、ヤフオクとかでね仕入れたカメラとかの話を、していこうかなと思います。それでは本編スタートしてまいります。はい、以前から結構言っとるんですけども、その動画にコストがかかるということで、どうしてもね、私フィルムカメラ、フィルム写真のことになってくるんで、写真を撮ってね、現像してアップするだけで結構お金がかかってくるんですね。で、ここのとこね、頑張って週2本ずつ動画を作っとったんですけども、やっぱコストがかかりすぎるということで、コストを削減するためにいろいろ、まあ、アイデアを募ったところね、ミッシェルさんからのね、アイデアが非常に参考になりまして、結局ね、カメラ系の動画を見てる人、写真系の動画を見てる人、とりあえずね、写真とかカメラの話を聞きたいんですね。で、動画を見たいということで、僕もそういう時期があったんでね、で、私作る側になって、それを随分忘れておりまして、とりあえずもうカメラの話なら何でもいいからくっちゃべってみたらというアイデアに、ミッシェルさんのアイデアに乗っからせていただきます。で、今日のお話なんですけども、こんなカメラ仕入れました。IO というメーカーじゃないですよ。IO というメーカーじゃないですよ。よ。リコーなんですね。まあ文字が消えてるだけなんですけど、まあこれね、プラモのね、墨入れ塗装の経験を生かして、白い文字ちゃんとリコーにしようとは思ってるんですけど、これリコーのね、XR500Oto っていうカメラになります。このカメラが欲しくて落札したわけじゃないんですよね。ヤフオクで1000円。ちょっと高いなと思ったんですけども、まあ、完全ジャンクということで、落札して送られてきたら、まあ、このレンズが実は欲しかったんですね。このレンズね、リケドン P ズーム、35mm から70mm の F3.5 から4.5 マクロ内蔵というレンズなんですけど、ネットで見てたら結構評判がいいんですね。で、このリコーのね、XR500 シリーズ、で、まあ、ピンと来られる方は結構多いと思うんですけども、XR リケノン 50mmF2 っていうレンズ、和製ズミクロン、っていうレンズがありますけど、まあ、その時期とちょっと被るということで、もしかしたらこのレンズ富岡が作ってるんじゃないかなと思って、まあ、とりあえず落札してみようと思って落札したんですね。結構カビてるんですよ。結構ガンガンにカビてて、まあ完全ジャンクだから仕方ないんですけど、いや、これは失敗したかなーと結構カビてるんですよね。まあズームレンズはね、その分解するのがね、難しいものが多いんで、ちょっとなえってしてるところなんですけども。で、まあレンズがダメならカメラがあるかということで、この、イオじゃないですよ。リコーのね、XR500Oto なんですけども、XR500 っていうのはね、聞いたことがある人は多いと思いますけど、Oto は結構珍しいんじゃないかな。僕は初めて手にしました。で、基本的に、絞り優先 AE、が使える、カメラになりまして、電源ボタンとモード選択ダイヤルが共通になってるんです。もう こんだけしかないんですね。シャッタースピードも何も選択できません。で、ここに入れたら電源が入るんですね。で、一応ね、動くようになりました。うん、シャッタースピードも変化してます。で、最初はね、電池を入れても動かなかったんですよ。電池入れても動かなくて、で、仕方ないなと思って接点をね、ドライバーでガリガリってやって、で、電池を入れたら電源が入るようになりまして、で、シャッター切れるんですけど、シャッターが切れてミラーがね、戻ってくるのにね、3秒も4秒もかかるんですよ。しばらくしてからミラーが降りてくる。これおかしいな。まあ、動かしてたらそのうちシャッターが切れるようになるかと思って、じゃんじゃんシャッター切ってたら、とうとうミラーアップして動かなくなったんです。まあ、やったことはミラーアップしたら動かなくなったと思って。で、もう仕方ないから、この手のカメラってね、
もうあの完全に、ね、電子カメラなんですよね。ね、電子シャッターでね、あの絞りモードで、で分解したら必ずね、あのフレキシブルケーブルっていうのが出てくるんですけども、でフレキシブルケーブルをそのハンダで外したりとかして分解していかなきゃいけないんですけど、苦手なんですね。ハンダを手を使うのがすごい下手くそで、フレキシブルケーブルを焼損させたりしてね、もう本当に分賃になってしまうんで、で分解はしたくないっていうことで、あとミラーアップしてる状況でしょ、 でそれで分解するってことはミラーボックスまで外さなきゃいけないじゃないですか。でミラーボックスを外すとね、確実にピントの精度が来るんで、ピント調整をしなければいけなくなるんで、そこまでのスキルは私ないんですね。でちょっと乱暴ですけど、このね、あのミラーのね、この隙間からどういった、ね、こいつシリコーンスプレー、ね、これをね、差し込んでね、ブシュブシュンとブシュブシュンとやって、で、あとドーンドーンって叩いたらミラーが落ちてきたんですね。でシャッター切れるようになりました。まあ、こんな感じでね、まあ、とりあえずこれね、ペンタックス K マウントなんですね、リコーの XR500 オートは。で K マウントのレンズがね、この時代のカメラのレンズとしては比較的安価に入る M42 マウントのペンタックスのレンズよりもね、 K マウントの方が安かったりするんですね。で一応 K マウントのねカメラはね、あのペンタックスの MZ10 だったっけ、あれを持ってたんですけども、あれちょっとね電池が高いんですね。CR2 が2個いるんですよ。 CR2 って1個650円ぐらいしますから、電池代だけでね1300円ぐらいしてくるんですね。でこの XR500W はねLR44 2個でいけるんですよ。で今100均に行ったら LR44 が4つで110円ですか。で、まあ、あの55円で動くっていうねリーズナブルなカメラになりますんで、今後ね K マウントの、レンズをテストするときは、このカメラにねなっていくと思います。で他にもねヤフオクでねいろいろね物色してるんですよ。なぜかっていうと、チャンネル登録者がそろそろね2000人に到達するということで、2000人記念でねカメラプレゼントするのはちょっとね張り込んだやつ行きたいな最初思ってて、でミノルタの X7 が、ハードオフに転がってたんで、あこれいいじゃんと思ってとりあえず試してみようと思って買ってきたんですけど、ツイッターではつぶやいておりますけど見事に破壊してしまいましてあれねもう軍幹部を外してやってたんですけど、軍幹部を止めるねフィルム巻き戻しレバーのところの留め具が全部プラスチックで、回したらバラバラになりました。もうだから修復不能になってしまって完全にお手上げなんですよね。で、まあ、こういうことがね他にもいろいろあって、ミノルタのねアルファ5000か、アルファ5000もダメだったし、まあ今ちょっとテスト中ですけどニコンの F90X、これもねよいしょ、ツイッターではねつぶやかしてもらいましたけど、あ出てこねえや、よいしょ、とりあえず動くんですけどあんま調子よくないんですね。で2000人記念のねプレゼントをねどうしようかって悩んでるところです。はい、今日の動画はねこんな感じでねグダグダな動画になります。あんまり面白くないとは思うんですけども、皆さんねそのヤフオクでね外した経験とかねコメントで書いていただき、みんなでね傷を舐め合いましょうで今ねミノルタのね SR101 もう1台持ってるっちゃ持ってるんですよね。すでにどこに置いたっけ、ここだ、よいしょ、もうこれテスト中ですけど、このカメラはそのミノルタの MC マウントか MC マウントのテストのためにずっと使おうとは思ってるんですけど、プレゼント用にないかなと思ったら今オークションに出てるんでそれをちょっと今狙ってます。あとペンタックスの SP に55mmF1.8 がついてるやつもちょっと狙ってるんですけどもね、ちょっとどれになるかプレゼント、2000人記念ですか、プレゼントのカメラどれになるか分かんないんですけど、このぐらいの時代のねマニュアルフォーカスのね一眼レフを行きたいなって今思ってるんですね。ちょっと豪華に行きたいなと、
豪華じゃないんですけどね、ジャンクですから。だからジャンクでもね、直せばジャンクじゃないですからね、直せばね、直ればね、まあこの今日の動画はこんな感じです。はい、ここからは、視聴者久しぶりに間違えた視聴者様の、写真の紹介になってまいります。まずとりあえずね、その前回の動画でね、あの紹介しきれなかった人たちの写真を紹介してもらい、まいります。アルファ K さんの写真から、2枚、カメラはねペンタックスの MX、 レンズが SMC ペンタックス M28mmF2.8、フィルムがね旧アクロス100ということです。ただこれちょっとね、この写真2枚ですけども、この調子はどうやったらこの調子になるんだろうな。この多分ね、このこれ根が1本丸々こんな感じだと思います。これね、なんて言うんですか、中間色調になって、はっきりした調子じゃないですね。これ現像でどうなんだろうね。この調子のアクロスは初めて見ました。なんて言っていいんでしょうか、はっきりとした調子になってないですよね。どうやったらこの写真になってしまうんだろう。まあレンズ自体とかの改造はしっかりしてます。なぜこの色になってしまったのかちょっとわからない写真です。はい、アルファ K さんありがとうございます。次がねミッシェルさん、今回の動画のアイデアをいただきました。ミッシェルさんの写真を紹介します。2枚ですね。キャノンニュー F1 ですね。キャノンニュー F1 FD35mmF2SSC、コダックカラープラス200で撮られております。このなんですか、お店の写真とか見ると、これで結構ね、暖かい色表現で、撮られておりますけども、これ屋外ですけど、やっぱこれ天気は良くないんじゃないかな。光が今一つないのか、夕暮れ時なのかわからないんですけども、はっきりとした写真ではないですね。川越編の続きです。もう送ったかなけど、まだ送られてないです。ミッシェルさん、ミッシェルさんありがとうございます。次がニャンケルさんか、ニャンケルさんの写真、初投稿ですね、ニャンケルさん。カメラがね EOS50D、レンズが、EF3580F4 から 5.6USM、 35mm 側での撮影、絞りは F8 ということです。これね、香川のね高松市にある栗林公園のライトアップということで、これ綺麗に撮られてますね。ISO いくつで撮ったんだろう、データなかったかな。ISO のデータは書いてないね。EOS50D って、DJIC4 が搭載でされてまして、ISO ね3200ぐらいだったら全然ノイズが出ない、結構ね古い、まあ、カメラにはなるんですけども、なかなか使えるカメラと、僕も1台持ってるんですけど、まあ使ってますけどね、全然使えるカメラなんでね、ニャンケルさんどんどん使ったらいいと思います。ニャンケルさんね、まだ18歳なのかな。私のね動画は、の視聴者層としてはね、すごく若い、素晴らしく若い、一番底辺ぐらいの若さで、なんとも今後ねよろしくお願いします。でフィルムカメラもね、そのうちね、ハードオフにジャンクレンズをあさって、フィルムカメラに見向きもしていませんでしたが、私の動画を拝見して一つ購入してもいいかもと思うようになりましたということで、EOS システムを持ってるんだったらね、EOS のフィルムカメラから始めるのがいいかもしれませんね。レンズが共用できますし、ただ電池が高いっていうのがちょっとネックにはなって
てくるんですけども、EOS55 とか EOS5、EOS1 もそうかな、バッテリーパックを付ければ単三電池が使えるようになるんで、そういうのをね購入するのもいいですけど、まあ、EOS1 とか EOS5 だったら結構な値段するし、 EOS55 だとねバッテリーパック自体がほとんど流通してないんですね。私持ってることは持ってるんですけど、まあそんな感じでちょっと難しい部分もありますけど、フィルムカメラに行くんだったらレンズが共用できる EOS が一番、手っ取り早いとは思います。はい、ニャンキルさんもありがとうございました。今日のね写真紹介は3名ということでね、まあとりあえず1週間に1回、という縛りをちょっとね今後つけていくと思います。なぜかというとねもう投稿者の方がかなりの数に、なってきておりますんで、紹介しきれない、人が出てくるんでね、あの1週間に1回というペース、まああんまり余裕があったらね2回、紹介することもあると思いますけども、で今後なんですけども、その写真の投稿に関してですね、努力目標ということでね、できれば写真にタイトルをつけていただきたいと思います。これね、写真にタイトルをつけて発表するっていうこと経験をしてない方が多分大勢だと思うんですけども、タイトルをつけることによって写真の見方が大きく変わってきますよ。まあ、特に組写真、組写真は3枚まで投稿 OK ということにしてますけど、組写真はねあのタイトル必須と言ってもいいぐらいだと思いますんで、今後のね投稿、できれば写真にタイトルをつけて送ってください。で、写真の投稿の方法なんですけども、私のねツイッターの本アカ、中年オタッキーの方からね、DM で、送ってくださいね。中年オタッキーの方は、写真投稿専用のアカウントになりますんで、DM は、写真投稿のみとなります。他は別に何でもいいんですけど、で中年オタッキー2っていうアカウントは、ご質問やご要望と、まあ、コミュニケーション用に作ったアカウントになりますので、そちらで、コミュニケーションを取り出していただきます。で、なんでこういうシステムにしたのか、逆の方が分かりやすいんじゃないかなっていうふう、コメントをいただいたんですけども、今ね、写真、この動画を撮ってる iPhone と、この予備の iPhone6、これに、メインの Twitter アカウントが入ってます。で、この iPhone5 ですね、これ息子に時使わせててね、ガンダムのアムロの絵になってますけど、これに、中年オタッキー2が入ってるんですけども、中年オタッキー2の方をメインアカウントにすると、こいつもね中年あ そっちも中年オタッキー2になるんですね。で写真投稿、の編集とかをしなきゃいけないんで、そうすると、古い携帯で、メインのツイッターを操るってことになって、非常にね、使い勝手が悪いものになってしまうんですね。でもういろいろ懸案した結果、結局、メインアカウントを写真投稿するっていう形になってしまったんですね。まあご質問ご意見っていうのはまだまだ少ないものですので、 iPhone5 でもまあ対応できるかなと思って、こういう形にした次第であります。はい、今日の動画はこういうグダグダな内容になりましたけど、まあ次の動画なんですけど、次の動画はね、久しぶりにね技術的なお話にしていこうと思ってます。今ね結構ね頑張って撮ってるんですけど、このカメラですね、これ以前ジャンクで500円で仕入れた、ソニーの α-NEX6 なんですけども、これに、FD24mm のオールドレンズをつけてます。これで換算 36mm、まあ、35mm レンズで写真を撮っている形になりますかね、フルサイズでいうと。これでね、タイトル的にはその印象的な写真の撮り方として、その光を使えという内容で、行こうと思います。写真のね、その、いい写真を撮るための、ポイントというか、どうその何でもないものをって見せるためのテクニックとか、そういうのをねちょっとね紹介していこうと思いますので、こうご期待ということで、来週、技術的な話をしてもね全然再生回数は伸びないんですよ。なぜかって言ったら、私プロカメラマンでも何でもないですからね、何言ってんだって思ってる方が多分大勢いると思うんですけども、多分的を得てると思います。で僕の主観がかなり入るんで、いやそれは違うよっていう人もいるかもしれないんですけども、まあそれは内容を見てからね、いろいろ考え
考えていただければと思います。はい、今日の動画はこんな感じで、まだ次の動画まで、お待ちください。最後まで見ていただきありがとうございました。この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきますんで、まだチャンネル登録してない方はね、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。もうすぐね2000人なんでね、カメラプレゼント、多分始まりますまだ決まってないですけどね、どれをプレゼントするか決まってないんですけど、そのうち始まりますんで、ぜひぜひチャンネル登録してお待ちください。今日の動画はここまで、また次の動画で、お待ちください。それではまた、ごきげんよう、さよなら。